皆さん、こんにちは。トリキサバケアの大佐、皆さん元気ですか？はい、今日はトリキサバケアです。お願いします。それで、ジェジェちゃん、よろしくお願いします。SBK2024、ね、来シーズンのモデル、がっつりチェックしたいと思うんで、お願いしますね。お願いしますね。はい、それじゃ、よろしくお願いします。はい、とりあえず、まあ、うちって言ったら一番初めに来るのは、ここじゃないですか。リフテックじゃないですか。あのね、もうね来季のリブがめちゃくちゃ変わってるから、もうすごい気になったんですよ。ということで、コウスキー君もいるってことでお願いします。ちょっと教えてください。なんかやばくないですか？ヒカルちゃんぽさん一緒チェックしようよ。はい、はい、かるちょっと見て、ジェジェ見て見て、やばくない超やばくない。カタログと本ちゃんって全然違うじゃん。コウスキー君並べてどれが一番気になったんですか？いや、今年はでもジェイミーのインパクトもすごかったし、うん、でオルカシリーズもアーティストがガラッと変わっちゃったので、ね、それがやっぱカタログ上でどうかなっていう。やばくないですか？いいよね。やっぱ本茶来ると、ね、やっぱ安心するし、そうなんですよ。持ち悪いラインが、すごい、これやばい。このラインはもうすごいね。ヒカルちゃんなんかこれ超乗りたいんじゃない？そうですね。これでパークやりたいです。見て見て、この長さね。こんなんだよ。俺だったらまだ分かるけど、ヒカルちゃんなんかこんなんだよ。スキー、昔のスキーみたいな。こんな感じ。それでやっぱりカタログの中で見たときに、今年キャンバーがあんなにいっぱい出てる、はいはい、本当にキャンバーになってました。キャンバーになってました。マービンがね、そこまでアメリカの人たちが、うんうん、そんなに細かくキャンバーチェックを設定できるのか、俺もそう思ったけど、やっぱまずね、いつもこう、あいつは絶対嘘つきの感じだと思うんだよね。そう、来てみたこと見たらあれとかいっぱいあるので、それが一番不安だった。俺もね、これで、これキャンバーでね、これね、はい、ジェイミーですよ。ジェイミー、今までも大変だったんですよ。シースイだったんだけど、これがキャンバーだったんですよ。キャンバーになりました。キャンバー、これキャンバーじゃない、これキャンバーじゃない、これキャンバー、ドキャンバー、ドキャンバー、これキャンバーじゃないですよ、これドですよ、ド、ドゥ、ドゥキャンバー、こんな感じだって。見てみて、こんなだよ、これ、これえげつない、えげつないですよ、ほら、こんなんですよ、指こんなに入るんでしょ、ほら見て、いくよ、アップしていきましょう、せーの、バイヨーン、バイヨーンって、すごいっすね、これ若い子だったらびっくりしちゃいますね。ねえ、若い子ってリブのキャンバー乗ったことないの。23歳以下の子ってリブのキャンバーってほとんど乗ったことない。確かに、確かに。2007年に全部こっちハイブリッドになって、そこから17年だって、24年だって、5歳ぐらいの子が乗った時にだって23歳なの。23歳以下の子ってこれもう初体験。やばくない？これはね、これはね、これはめちゃくちゃすごいことですね。グラフィックもこれかっこいいし、かっこいいっすね、かっこいいっすね。それで、またね、やっぱね、リブって言ったらオルカですね、オルカですね、やっぱね、今これです、ここ見てほしいです。なんか俺でやばせたらいい、なんかカタログでやっぱ変わってたって方がやっぱ違ったんですね。そうですね、やっぱり今までの C2 じゃなくなってるのがもう明らかにわかるんで。これさ、オルカ乗ってたんですよ。またオルカ買うことになる。絶対違う。全然違う。全然違う。やばい。だって、見るからに違うもん。ヘールの方についてるもんね。そうですね。だいぶセットバックしたシーツが。これどんだけ乗りやすいか。これ見て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 。これさ、大体ここセンターじゃないですか。昔ここは大体中心だったんですよ。だけど、ここら辺見ててごらん。結局これがね、バコンとこまなかんでしょ。昔これだった。8センチぐらいずれてるのかな。結構ずれてますね。結構。それでこれは女の子サイズが細くなった。444750、ね、そこまで5ミリぐらいずつ。50が1センチ。結構ね。だから面白いのは、今年のオルカ持ってて、来年のオルカ持つと、オルカがダブルオルカで遊べちゃう。でグラフィックかっこいいっすね。かっこいいですね。オルカの法則で青黒青黒青黒って、去年青だって、これ黒なんですよ。今年のこの黒で、なんか超高級な感じ。見てグラフィックこんな感じ。やばいね。こんな感じですよ。いやー、これ語りどころ満載だ。これでも最終的に乗んないと分かんないですね。乗んないと分かんない。もうオルカなんかは絶対に乗ってもらった方が絶対でも面白いよね、はい、
それで JJ とかも出てさ、あのリブリグがあったじゃん、リブリグ C3 だったじゃん、リブリグもこれがねキャンバーなんですね、そうですね、アーリーライズのキャンバーですね、アーリーライズキャンバー、本当かなと思ったの。ひかるちゃん見てください、これキャンバーですか、ドキャンバーですね。ほらこれね、 JJ よかったね去年買ってね、もしかしたらこれ JJ ね、これ53でも今年だったら私も絶対乗りませんって言ってますね。でももしかしたらこっちの方が良かったね。いやこれ分からない、やばい、こういう感じやばい、また可愛いですね。そうですね、彼の本人の絵です、うーん、惜しいな、後ろこういう感じね、去年オレンジ、今年目立つね、これやばいですね。いいな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 。で俺なんか、僕なんか一番気になってるのは、みんな多分気にならないと思うんですけど、全然気にならないと思うんですよ、みんなのは。これなんですよ、これなんかめちゃくちゃ変わってる。だって今年はスカンケープ2だったんですよ、その前スカンケープがあって、スカンケープじゃなくてスカンケープとかね、なんか男ボードになって、これでも全然男ボードなのになぜかキャンバーがある。もうこれはね、マッチョマンですよ、マッチョマンボード、こっちで、これもどうぞどうぞ、皆さんどうぞ。あで、さらにキャンバーいや、いいです、これなんか飲んのめちゃくちゃ楽しくないですか。それでね、じゃあね、またね、これでね、リブの兄弟のグヌーがあるじゃないですか、ね、JJ も見たじゃないですか、グヌー今年何が変わったってあったじゃないですか、グレムリンじゃないですか、やっぱりまずはグレムリンなんですよ。グレムリン見てください、こんな感じ、色やっぱ超かっこいい。ネイビーじゃないよね、ちょっと紫だよね、うん、青紫みたいな。これが55で、44がね、44が出ます。今のところ4が出ます。でも44が出るんだよ、これって結構ちょっとすごいよね、はいはい、今までは48を向こうのライターだったんですよ、48女性の方も、うん、44出るってことは日本のお客さんもちょうどやばいね、絶対やばいね、あのあれエアブラスターのあれ、あれグレミンのってなったっけ、あの、はい、あれ48です、あれあの子やばいよね、あれのミニジャパニーズの出るわけでしょ、はい、やばいじゃないですか、これ超チェック。そしてハイパー、これもやばいですね、こんな感じです。今会場だからちょっと抑えてるんだけど、もうバカなんだよね。もう乗りたくてしょうがない。ヒカルちゃんどれ一番乗りたいですか。俺は、俺こっち乗ってみたいです。ああ、もうこれ面白いね。これ面白いですね。これね、いろんな女の子に乗ってみたいな。もうね、これね、ハイパーガールから、このグヌーのこのね、やっぱりグレムリンガール。もうこれになって、44ですからね。これやばいですね。こんな感じです。あ、なにこれ。なんか何これ、おしゃれな、エンボスな、バンドカントリーいいですよ、テンプル&カノン、もうね、大好きだと思うよ、はい、もうやばいよね、なんかおしゃれな感じ、プロマグナですね、プロマグナっていうのはこれギュンってやつ、プログレッシブのマグナとしてグッと上がってやつ、思いっきり綺麗です、なんかショールもかっこいい、この感じ、やばいな、やばいな、やばいな、ということで、この先はもうこの後はもう試乗会でね、乗りましょう、ね、乗りましょう、乗ってみない、またいろいろ教えてください、わかりました、ということで、はい、楽しいこのマーフィンです。次行きましょう。